はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットをやっていきたいと思います。あー疲れた。本当ですね。さてですね、前回上の型のモンブランと下の型のジャック2と、チャレンジし、WBC にチャレンジしてみまして、結果的に明暗が分かれました。型のモンブランは残念ながら敗北。一方、型のジャックは、見事、結構激混戦でしたけど、なんとか1着を取って、コイン2000枚を確保することができました。ただですね、なんとかなんで、そんなに飛び抜けた勝ち方ではなかったのがやっぱり気になりますよね。なので出せるとしても WBC で、もし G1 の方に申し訳ないです、相性のいいレースがあったら、G1 の方に出して取りに行く。これ実際の競馬と違って、2着以内っていうのは案外きついですからね。厳しいっていうか、コインを稼げる枚数がやっぱり減っちゃいますからね。さらに、WBC 出したら、消耗度、能力の減退にも影響を起こすような消耗度が激しくなってしまう。なので、慎重に行かないといけません。で、今ですね、引退前61周です。で、ベスト体重が484キロの、勝ってなければこの体重のはずなので、この484キロ。で、残り半分ですからね。さあ、一応 SWBC 出すことはできるんですが、2000メートルというのが実は短い限界ではあるんですよね。なんだろう。お、マッタケがあった。そう、プレゼント、確保しましょう。事務所で、お、フレンドになんかついてる。届いた申請。ラスカルさん。もちろん承認です。ありがとうございます、ラスカルさん。これでフレンドが30人。メインデンドーバーを。おっと、富くじ提供は、割合、やっぱりそういう、規制もあるんで、出てきたんでしょうかね。というか、富くじが新たに加わってる。お守りとかか。まあ、いいのかもしれないですけど、ラッキーバヌシ来た。いきなり来ました。さらに奉納しましょう。すごいな、これ。だから一番右に10万っていうのがあるぞ。やってみよう。なんか10万に奉納したら すごいことになるんかな。施設改造はまだできない。厩舎レベルはご覧の通り。SWBC まだ1回しか取ってないんですよね。WBC は10回取ってます。なので、まあ、SWBC、この馬の型のジャックの最終目的って、SWBC を取ることだとは思います。ただ、まだ、
SWBC を取るには力不足ですね。で、どうも、この SH デラックスガチャっていうのが加わって、限定の SSR 馬券が、株券が当たるっていうふうに歌ってますが、先ほどやったんですけど、17回、10回1回と7回1回引いて、なんか、この、ヒヒン馬像、像があるんですけど、この像ばっかりで、このウォッカの母親、谷のシスターは、なかったですよね。さあ、メインを、型のサニブラに設定してなかったんで、型のサニブラをメインに設定しました。やっぱり、2万枚あるっていうのは、印象違いますからね。なんだろう。SH なんて読むんだろう、これは。まあいいや。なるほど、人参か。ちょっと高級バナー減ってきましたよね。さて、今10月の3週か。秋天 JC。あと、ブリーダーズカップ出れるんじゃないかな？ちょっと見てみよう。メルボルンカップが3200。これまだ取ってないんじゃないかな？ただですね、距離がちょっと長い。といっても、そんなに取れるチャンスはないだろうから、挑戦してみてもいいかもしれないですね。そしたら、有馬かな？間に合うかな？有馬行って。ちょっと太め残りでもいいかもしれない。あと3週か、まあ、メルボルン行かせてみましょう。大根なので、疲労回復。お、追い込み場ですよ。全く分かる。気持ちは分かる。あと、パートナー調教来た。ちょっと萌え残りやって、アニマも見据えましょうか。なんだろうこれ、限定ビールか。でもあんまり美味しくないな。プラス2ぐらいいいかもしれないですね。プラス2かプラス4か。うん、486キロでは重いと。まあ、ただ、距離が長いメルボルンカップですからね。長いとプラスに出るんじゃないかなとは思うんですが、果たしてこの選択はきちっと出るか、京都出るか。一応 1.2 倍、圧倒的な一番人気ですね。シェザピール、マーカム。ちょっとオッズ調整しましょう。おっと、なぜエラー出た。お、出てこない。おっと、戻った。折り紙付きで出てますね。
この、オーストラリアメルボルンの地で、メルボルンカップ挑戦です。一番人気なので、これ勝ったら馬風席3つともらえますね。さあ、3200を長丁場、春天では目白ブライトにステイヤーの適正能力もあって敗れ去りましたが、メルボルンカップは取ることができるでしょうか。19世紀半ばに創設された南半球最大のレースメルボルンカップ、いよいよスタートです。さあ、スタート。なかなか綺麗なところです。このなんか遠くから見た広角的なカメラの角度っていいですね。最高峰からです。まあ、これがウィニングポストだったら最高峰だとバグを乗らないといけないのは不利ですけど、このレースは、このスターホースポケットは基本的に、おいおい、まだレース始まったばっかりだぞ。まあ、特にコースで詰まるってことはないんで、どの位置にいてもそんなに有利不利はなく、むしろ自分の客室に合った位置を選ぶことが大事というのを感じましたね。さあ、ポツンと、なんかポツンは横乗りだったかな。ポツン最高峰、素晴らしい背足見せてほしいが、これって直線どれぐらいだったっけ。まだでも距離ありますね。1100か。そしてその外にヨークシャーパーシャンパンチがその後ろ、そして内からは9番パーペチュアルチェック、それからダラダリドーパンズメロディー、内を通って1番フェイスフルサン。さあ、残り700。その外にスカイボー、内を通ってタイザーノット、さっきタイザーノットが上がっていきました。うまくいっているんではないでしょうか。さあ、あなたの相棒は大舞台で力を、そんなに前との差ないですね。さあ、中割ってきた、一気に突き抜ける。すごい素足。これは発祥ですね。強い。ぶっちぎりですね。本当乗りまし、乗ってきたですね。OK です。実は北欧カップ言われてますけど、有馬ですね、挑戦は。おっと、翌日になりました。やったね。やった。